アンフィフォープルコの吉田です。今日は巻き髪です。ねじり巻きだったり、ちょっとこう普通にちょっと特殊な巻きっていうのを今までやってきたんですけど、なんかもうちょっとお家で簡単にできるようなちょっとナチュラル巻きをちょっと今回はやっていきたいと思います。ポイントとしては、まあ毛先の方から上の方にボリュームがちょっとあってくびれるようなあの巻き方をちょっとやっていきたいと思うので、早速どうぞ。いかがだったでしょうか。今回のは結構あのお家でもできるような簡単な技術になるので、ちょっと真似しやすいかなと思います。まあ、固定巻いたりとかちょっと苦手だなって方は一度試してみてください。説明欄の方にインスタグラム、ツイッター、フェイスブックページの URL を貼っておりますので、よかったら見て覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。